はい、疲れ様です。今日は、まあ、足場の倒壊の話か。大阪府柏原市で、この間7月8日かな足場が倒壊したっていうのを、まあ、コメントで何個もらってね、まあ、一つ解説しようかなと思うんですけど、一つは、その、足場って、改修と新築に分かるんですよ。で、あの場合はね、新庁舎、大阪の新庁舎の新築工事なんで、新築工事なんですよ。で、改修工事と新築工事って、まあ、大きく分けて二つになると思うんですけど、 じゃあ、どっちが倒れやすいのっていう話をすると、もう絶対的に改修工事のが倒れやすい。あるいは新築工事で倒れたっていうのは、その、どっちがいいか悪いか。で、あれは足場屋さんに問題があるんか、ね、風が悪かったんかとか、いろんな想定があるんですけど、一つ事実としてあるのは世の中の。 もう絶対的に回収の方が倒れやすい。これなんでっていうと、新築工事っていうのは、あの、鉄骨とかはさ、もう剥き出しになってるんですよ。あれ動画も見てるとわかるんですけど、まだ壁も出来上がってない状態。鉄骨の状態だから、足場とその建物を繋ぐものっていうのを、そのさ、鉄骨がガーって、まあ横にずっと入ってるわけじゃないですか。だから、その高さで全部、倒れ止めっていうのを全部つけれるわけだよね。壁つなぎっていうんですけど、いわゆる。ただ、その、回収工事っていうのはじゃあ、なんで倒れやすいのっていうと、もう建物が壁じゃん。 基本的には。で、ベランダとかね、いろんな、まあ、共用廊下とか、ああいうところは、なんかで、あの腰壁みたいなのがあるじゃないですか。で、そこに板で引っ掛けて、取ったりはできるんですけど、あとは基本的に、この壁に穴開けて取らなかったんですよ。で、僕らは改修工事でしょ、あの塗り替え道場、塗装屋だから、まあ、もちろん改修工事なんですけど、新築の足場も、まあ、一部組んでるんですけどあの、ほとんど改修工事。改修工事の時って、じゃあ、何やるのって言ったら、壁とかでどうしてもやっぱ取らなきゃいけないから。 あの、壁つなぎっていうのを取るために、その、穴をドリルで開けて、まあ、例えばタイルとかも一枚めくって、もうそこに穴でドリルで開けて、アンカーっていうのを入れるんですよ。アンカーっていうのは何っていうと、ね、まあ、ちょっと一般の人はわかんないかもしれんけど、この壁つなぎってネジになってるから、このアンカーっていうのはネジの受けになったんですよね。これでこう入れるじゃないですか。で、これがまあ、パーンって中に突っ込んで、ハンマーでバチンって叩くと、バカーンって開いて、もう抜けんくなるんですよね、コンクリートから。 ここに、じゃあ、ネジで、あ、壁繋ぎてやって、で、こっちは片方はこう、足場にカチャってつける感じだよね。で、これが、強度があるもんで、何個もつけていくわけですよ。あの、足場ってこのさ、もう、ワンスパン大きに1800ぐらいになるから、まあ、わかるかな床があって、この縦地がね、ずーっとあって、床があって、で、ここに、 まあ、ワンスパン置き、縦地1800、縦地置き、縦地につけるんですけど、縦の棒にね。で、ワンスパン置きとかにつけていくるんですけど、新築工事とかだと、どうかっていうと、まあ、これ風が強い。あんだけ、ね、線路の横だで何かあってはいかんっていうふうだと、普通はね、一番上、一番上に結局風が吹いたら強度がかかるから。まあ、下にどんだけやったって、もう、その下なんか持たんでしょ。てこの原理があるから。でも、一番上でこれ止めとったら、相当の力がないと動かせんじゃないですか。 で、普通はあれ、新築工事であれ、もう一番上まで立ち上がってたから、足場がね。一番上でもう全部繋ぐんだよね。もう1800ピッチで全部。で、あれが本当にじゃあ、風速 24. 何メーターって言ったら、まあ相当強い風吹いとるけど、本当にじゃあそこまでやってたかだよね。まあ線路の横でね、やってたからやっぱ倒れたら、万が一倒れたら、あれ夜中だったでよかったけどね、あれ。5時かなんかでしょ、あれ倒れたの。うん、俺昼間倒れたらえらいことだよね。 それはもうでまず一つは新築改修でいったら改修の方が倒れづらいってことで、まあ、一般の人、まあ、職人さんだったら絶対分かってると思うんですけどあの、まあ、風が吹くとか吹かんとかっていう風にあの、まあ、風速本当にもう10メーターいったらもう危ないかな改修だとね。 で、回収でも、まあ、風が吹くとか、台風が来るっていう時に、台風養生っていうのがあるんですよね。まあ、全国で言い方がわからあの、違うかもしれないけど、愛知県ではまあ、台風養生っていうんですけど、よくあの、一般の人って車で走っとって見ると思うんですけど、足場によく、メッシュ、シートね、シートをこうやって縛ってさ、縦地に。建物が剥き出しになっとる時ってないですかこれってな、なんであんなことやってんのって言ったら、あの、タコと同じ原理、足場ってね。タコってあの、まあ、竹かなんかでね、まあ今、竹じゃないのかもしれないけど、棒があって、 で、紙が貼ってあるから、風を受けて空飛んでいくわけじゃないですか。その風をまともに受けるから、シートが貼ってあるんであって、そのめくるとほとんど揺れないんですよ。だってた、竹が棒だけで風なんか絶対空飛ばんでしょうタコが。それと同じで、あの、今あれ、あの、動画とかニュース見とると、あの、シートはもう貼りっぱなしだった。一つは。ただ俺はそれ、まあ、誰が悪いんかうんぬんっていう話は、俺はちょっとわからんけど、まあ現地にも行ってないしね。ただその、夜中起きたから、 恐怖警報がなんかを出とったらしいんですよ。で、まあ朝現場行ってからやろうとしとったのか、何なのかはちょっとわからんんですけど、もう朝の時点で倒れたって言ってるから、で、恐怖警報も出とったって言ってるんで、普通はゼネコンとか大きいところ、まあもちろんうちでもそうですけど、恐怖警報を出たら、まあ足場は絶対畳むんですよ。で、畳んだらどうなのって言ったら、あの足場は絶対頼んてない。多分風速40メーターぐらい吹いても、まあ40メーターってのは分からんけど、竜巻かなんかが、 風速なんか、100メーターとかとかっていうか、たつわいが来たらわからないんですけど、シートたたんのったら、風速20メーターや30メーター、そこそこでは、絶対的に足場、ま,あ、まず倒れないのは一つ。え、で、誰が悪いかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ま,あ、まず一つは、新築、改修足場で言ったら新築が倒れづらい。ね。で、あとは、台風養生っていうのをしとったら絶対倒れない。で、もう一つは、あの、足場ってさ、あそこの、まあ、俺、映像とか見とると、 アルインコっていう部材を使っとるんですよ。で、アルインコって何って言うと、まあ大きく分けたら俺らと同じくサビ式び足はっていう分類なんです。 で、もう一個、大きく足場って二つの材料に分かれると思うんですけど、あの、枠足場って言ってね、まあ、職人さんだったら、ま、ほとんど分かっとると思うんですけど、枠足場と、アルインコっていうか、くさびしき足場ってのが分かれると思うんですけど、まあ、僕らが使ってるあの、ハンマーと大統領のも、ピケって言って、あの、くさびしき足場なんですよ。ただ、そのアルインコもくさびしき足場なんだけど、まあ、愛知県で言うと、ま、主流じゃないんだよね。うん。で、それが、そのピケ、普通のピケ足場と、あの、アルインコってどっちが強度あるのって言ったら分かんないんですけど、倒れないって。 大きく分けたら草び式足場よりも枠足場の方がまあ強いんだわ。で、昔、俺らの職人の時代っていうのはもう枠しかなかって、ピケ足場っていうね、草菱式足場っていうのがどんどん出てきたんですけど、もともとは何十メーター以上上げたらあかんっていう法律があったんですよ。で、だんだんその規制が緩和してきて、だんだんね、いろんな部材も出てきたとか、いろんな強度も出てきたとかね、あの、認められてきて、もう今、何メーターでも上げれるようになってきとてると思うんですけど、 あの、元々はもう枠足場しか、あの、枠、枠足場っていうのはさ、結局、縦地、あの、まあ、あさ式足場っていうのは縦地がその棒で、まあ、こう横からしょ、まあ、こう前からしょ床がこうやってずっと1800ピッチで高さでね、こう床がずっと入ってるじゃないですか。横から見たらこうだよ。で、そうすると、その、このま、床がこうあったとしたら、この縦地がこうあるんですよね。うん。で、ここに部材をま、跳ねて、ここま、叩いて、で床を入れるわけですよ。 わからんこんな説明ただその枠足場というのはもうこういうのがあるんですよ。枠がね。で、それパシャッパシャッって、まあ、どん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 はまっていってる感じだよね。パシャッパシャッパシャッってはまっていって、もう一個また床引いて、また上にパシャッパシャッパシャッってはめてくるて。もう絶対的にこの字になっとるんですよね。だから、揺れにはやっぱ強いわけじゃないですか。で、でも縦字があって、この手すり棒を入れて、まあ、ハンマー叩いてある程度効いてはおるんだけど、まあ、揺れには強いよね。そこのだけ部材が多いから。ただ枠っていうのはもうこうなっとっても、 補強も入ってるもので、結構強いんだよね。で、床をバーッと入れるのが、まあ、枠足場。で、どっちが強いのどっちが風に強いのっていうと、まあ、風にどうもじゃないけど、揺れに強いのはやっぱり枠足場。で、解体足場とか、やっぱ、解体ってあの、建物をどんどん解体していくから、壁なぎ極度で減らしていくから、倒れやすいんですね。解体工事で足場が倒れるならわかるんだもんちょこちょこ倒れとるじゃないですか。解体足場の足場って倒れとるんですよ。 ただ、その新築工事で倒れてるっていうのは本当に珍しいと思うけどね。あんだけあの線路の横で。これもまず三つ目。この枠足場の方が強い。で、あれはアルインコーっていうのを使ったのがまんま三つ目。で、もう一個。ちょっと一つ言いたいのは、JR で、まあ線路で、まあ植物さんあったらわかると思う。線路の横とかで足場組むと、10メーター、15メーターだよ。線路があって、 で、道路があって、建物があっても、もちろん重機とかも使えない。あの、重機使えないというのは、あの、JR とか、その、その、線路、近鉄とかでも何でも、愛知県の近鉄とかいろいろあるんですけど、そこの人間が来て、もう見張っとって、ピーって笛吹いて、もう、向こうから来るぞーって言ったら、もう手止めなあかんのですよ。動いちゃあかんのですよ。もう何かあったら、さ、線路に問題が起きるから、そのダイヤとかが狂うわけじゃないですか。なんで、それぐらい厳しいんですよ。 で、も手も止めて、前、俺もね、現場で YouTube にしたんですよ、線路。あれ、それちょっと見てもらうと面白いですけど、線路の横にもう、その、家の敷地なんですよ。そこで足場を組んどったら、もう完全に人が完全に突き切きりで、もう線路がチラッとでも見えたら、ピーってって、もう工事完全に止められる。だから本当にもう、全然進まないよね。俺何が言いたいかっていうと、その JR の人間とか何って、まあ、マニュアルがあって、そういうことをきちっとやって、もう本当にもう、ピタッと動くだけで、 ってやられるのに、普通足場のさ、そんだけ倒れたらその範囲内に入っとるっていうものをチェックしなかったんかなぁと思って、線路にね。うん、ねえ、ラからんけど、一番最初に言ったように、枯熱繋ぎを一番上で全部取っとったら、もしかして倒れてないんじゃないかなと思うんですよ。で、風がね、あれ、台風養生っていう主義は倒れんかったでしょって言うけど、まあ朝のことじゃん。4時5時なので、まあ朝行ってやろうとか、 まあ、だったのかなとも思うんで、まあ、誰が悪いとかいいとか、まあもちろんね、建設業界に携わる人間として、まあプロだからきちっとやっていかなあかんし、倒れたらもう終わりだからねあの。もちろん建設会社が悪いし、足場会社が悪いし、でそこに携わった人間っていうのが全員悪い。その風なんか悪いわけないからね。<laughs> まあ絶対的に悪いんですけど、まあただこうできたかなできたかなっていう話で言うと、まあ朝行ったらやろうとかいろいろあったのかなっていうのは、 一つあります。まあ、その四つぐらいかな。まあ、あれ見てて、ちょっと思うのは。で、まあ、東海事故。まあ、僕らは改修工事やってたら、やっぱり、月もんなんで、まあ、本当に俺らもう、しょっちゅうだね、台風養生って言って。まあ、僕らお客さんとっよう知ってると思うんですけど、まあね、風吹いたもんで夜中にちょっと行かしていただきますって言って、まあ、やったこともあるしね、台風養生って。まあ、夜中ってならないけど、もう、うちの場合はもう、風吹かん、台風が向かっとる。 もうその時点でもう、前日みんなもう台風養生しちゃうんですよ。台風それていくっても、まあしょうがないよね。まあ経費かかるけど、まあただうちはまあ職人足場も塗装もシーリングも職人おるから、も、ま、う、あ、雨の日ってね、塗装とかシーリングは空いてるから、で、塗装とかシーリングの職人も、まあ足場の養生できるようにしてあるんで、あの台風養生ってね。でも風吹いたらもうすぐだよね。営業とか現場管理もうちはもうすっごいそこがうるさいから、まあなんかあったらやっぱ連絡する。 お客さんに連絡して、職人連絡して、もう、ちょっと上の方だけめくっといて、結局さっきの最初の原理と同じですよ。一番上だけシートめくっとって、建物より下まで行けば、もうそんなに俺は回収工事って揺れないんで、ただこの、建物のより上にもネットがやっぱこうやって貼ってあるとこ、建物がこれだとしたらね、うん、わあってなるんで、うん、もう風速10メーターぐらいでもう全然危ないですよ。本当に。なんで、それぐらいやば、足場の会社だったらまあそうですよね。まあ動画見てる人結構職人さん多いから、 ま、25メーターだいぶ養生してないってこと自体は、本当におかしいことですよね。あれ見て。まあ、以上になります。ああ、ちょっといいねと。まあ、最近コメントね、すっごい入れてくれるんで、あの、よくいいね押してくれるんで、嬉しいですけど。ま、ぜひ、あの、いいね、押して、またテンション上げて動画を作ってきますんで、ぜひいいね、コメント。ああ、でもいいでも、あの、ありがとうでもね、最近本当に入れてくれるようになりましたん、ね、で、本当に嬉しいですけど。ま、ぜひまたコメントも入れてください。お願いします。